XE4 がダメとかじゃないですよ。 XE シリーズが良すぎるだけです。はい、どうも、宮田です。今日はですね、また久しぶりにちょっとグダグダと喋る動画を出していこうかなと思うんですが、何の話をしていこうかというと、まあちょっと話題としては遅いというか、まあ遅すぎるかもしれない話題にはなるんですけど、富士フィルムから XE4 っていうカメラが出ました。でですね、この XE4 が出たっていう話なんですけど、僕その XE4 の前の XE3 っていうのを使ってます。というか、まあ去年、本当につい最近ですよね、購入したばっかりの XE3 ユーザーなんですけど、まあそういった XE3 ユーザーから見ての XE4 っていうのがどんなカメラなのかっていうのをちょっとお話ししていこうかなと思っております。でソニーから α1 っていうめちゃくちゃ高いカメラが出たり、富士フィルムから XE4 が出たりしたタイミングっていうのがちょっと忙しくて話題にもできなかったんですけど、この XE4 に関しては、まあ、XE3 を使い始めて、まあそれにハマってる身としてちょっと話したいなと思ったので、ちょっと今日話題にしてみようかなと思います。はい。で今日はその XE4 と XE3 のスペックをこう細かく比較してみたいな動画ではありません。というかそういうカメラではないです、確実に。でまあ XE3 を使ってることもあって、まあこの XE シリーズっていうのを僕も気に入ってるし、まあ結構バイアスをかかった内容になると思うので、まあそれを含めてダラダラと、まあ時間のある時に聞いて楽しんでもらえればなと思う動画になっておりますので、時間があるときにぜひ最後まで見ていただけると嬉しいなと思います。はい、ということで、じゃあ早速動画の内容いきましょう。レッツゴー。はい、ということで、XE4 について語っていく動画にはなるんですけれども、そもそも僕が XE3 を購入したっていう動画が僕の動画の中で一番伸びてるので、最近ね、ゴドックスの動画を抜かして一番動画再生数が伸びてるんですが、まあ本当に去年のいつ頃だろう、10月ぐらいかな。なんで本当に最近なんですよ。でも、そもそもその頃に XE4 が来年出るよみたいな話題も出てたぐらいなので、まあ分かった上で XE3 っていうのを購入したんですけど、まあ XE シリーズっていうのはこういうカメラですね。こういう。これまあオールドルックなカメラになっています。で僕は仕事ではソニーのカメラを使ってるんですが、まあ趣味で遊びで写真を撮るためにちょっと欲しいな、持ち歩くので欲しいなと思って購入したカメラになるんですけど、このカメラがね、もう見てわかる通りめちゃくちゃかっこいいんですよ。で僕はこういった形でストラップをつけてて、まあ首から下げてね、こういう感じで持ち歩いてるんですけど、これが割とこうファッションの中にもなんか合わせやすくて僕は気に入って使ってるというか、まあでもそもそもそんなに持ち歩かないからめちゃくちゃ撮るかって言ったらそんなこともないんですけど、まあ趣味でカメラを始めるにあたってめちゃくちゃぴったりなカメラで気に入ってはいるものになってます。はい、なんか喋り方変になっちゃったな。でこの XE3 っていうカメラがどういうカメラかっていうと、ちょっとストラップ外しますね。さっきも見せた通り、こういうカメラでシンプルな、割とシンプルな見た目をしてるカメラなんですが、まあ仕事でソニー使ってて、まあソニーっていろんな機能があるんですよね。まあ仕事で使う上でめちゃくちゃ便利な機能とか、使いやすさとか、まあ画質とか、いろんなバランスが整ってて仕事では使いやすいなと思うんですが、なんかもうそういうカメラじゃないんですよ、これは。その仕事で使ってるソニーのカメラって、まあぶっちゃけ言っちゃえばこの XE3 よりはるかに高性能なんですけど、まあ不満はいろいろあるんですよね。業務で使うから。もっとこうだったらいいな、もっとこうだったらいいなっていうのがたくさんあるんですけど、この XE3 って別に不満ないんですよね。で、その不満がない理由っていうのが、これが完璧とかではなくて別に、これに求めるものが特にないんですよ。特にないっていうか、もうこれなんですよ。っていう意味で、もう本当にこのカメラはこうスナップシューターっぽいフォトグラファーに向けたカメラっていう、なんかコンセプトがめちゃくちゃ明確で、もうなんかそんなに深く考えずにもう撮っちゃえよっていう、でこのサイズ感でこの重さでこのルックスで、もう多分 XE3 ユーザーですごい明確な不満を持ってる人って人は少ないんじゃないかなと僕は思うんですけど、そういった魅力があるのがこの XE シリーズっていうものになります。もちろんこれで撮れないものもあるんだけど、もうそもそもこれで撮れないものを XE シリーズに求めるのが間違いっていうぐらい、もうなんか持つ人へのコンセプトがはっきりしたカメラになってます。で、不満はないって言ったんですけど、
まあそれなりにこう後継機種が出れば羨ましい点も出てくるわけであって、まあそういった点をちょっと話していこうかなと思うんですけど、まずね XE4 に変わって、まあいろいろ変わってるんですけど見た目でね。でまあざっくり僕が分かってる範囲で認識してる範囲で話していくと、ここのフォーカスモードの切り替えスイッチがなくなりました。でここのグリップもなくなりました。でボタン類もなんかこの辺省略されてるんですよね。減ったりとか、ここのダイヤルもなくなってたり、でオートモードにするここのレバーがあるんですけど、このオートモードもなくなって普通にプログラムオートっていうのになってたりとか、あとはここのサムレストですね、ここがなくなってたりとか、まあそういった変更があります。なのでこの状態でもかなりミニマルなカメラではあるんですけど、 XE4 になっても本当に無駄がそぎ 無駄っていうか、あのいろんなものがそぎ落とされて、もう究極のミニマリズムっていう感じになったカメラなんですけど、まあなんかコンセプト自体は本当に変わってないんですよ。コンセプト自体は変わってないんですけど、簡単に言うとこの XE3 のスタイルで撮るぐらいのミニマリズムよりも、もっともっとこうもう深いこと考えずにとりあえず撮れよっていうカメラになったんだと思います。 XE4 に関しては本当にシンプルでスタイリッシュでかっこいいんですけど、変更点としてはそのユーザーインターフェース、このボディでの操作性っていうのは僕的にはあんまりまあどっちでもいいかなっていう点なんですけど、まあ大きな変化、僕として大きな変化っていうのはここのディスプレイの質が上がったことと、あとはここのディスプレイがチルト液晶になったことです。これはねまあ正直羨ましいなと思いますね。こう撮った後の確認で、 XE3 ってなんか撮って、もちろん富士フィルムってフィルムシミュレーションが有名なので、まあ撮った感じで見てね、おーってなって楽しいカメラではあるんですけど、家に帰ってパソコンで見るともっともっとなんか、あ、こんな風に撮れてたんだっていうのを実感できるカメラだったので、それがここのディスプレイで、まあ実際の表示見てないんでわかんないんですけど、なんかこう体感としてね、撮ってすぐ見え方がいい感じになってるのであれば、そこは非常に羨ましいなと思ったし、あとチルト液晶になったのと、動画性能がちょっと良くなって、 4K とかフル HD で撮る時の時間の制限が XE3 の時より長くなりました。まあどちらも30分まで撮れるようになったっていう感じなんですけど、チルト液晶になったっていうのも相まって、こう外でね XE4 を持ってる時に、まあ自撮りができるようになったってのが、まあ一つ羨ましいポイントかなと思います。ただ僕的にはこの動画を撮るのとしてこれメインで使うことはないと思うので、まあ出先で急に撮らなきゃいけない、撮りたいなっていう時にこうチルト液晶をこうね180度自分の方を向くようになったので、それでこう自撮りができるっていうのはいい点かなと思います。ただボディ内に手ブレ補正はないので、まあ手ブレ補正のついてるレンズを使ったりとかで多少稼ぐしかないと思うんですけど、その手ブレの補正っていうのをね。まあでもこのカメラしかないっていう段階で状態でそうやって対応できるようになったのは羨ましいなと思います。はい。あとはね、ここの端子、こう USB で充電する端子とかがあるんですけど、これが XE3 だとマイクロ USB なんですけど、 XE4 で USB-C になりました。これはねめちゃくちゃ羨ましい。僕はもうマイクロ USB 撲滅委員会の会長なので、まあ発売された時期を考えれば当然のことなんですけど、ここは USB-C になったのは羨ましいなと思いました。はい。まああとは最大のこう羨ましいポイントとしては、富士フィルムの新しいフィルムシミュレーションが使えるっていうところですよね。 XE3 は結構発売されたのがもう3年前とかなので、最近積まれたいわゆるクラシックネガとかエテルナとかそういうのが使えないので、そういうのが使える XE4 っていうのは非常に羨ましいなと思います。はい。で、今羨ましいポイント話したんですけど、なんか意外だったなと思ったのが、ファインダーの質がもしかしたらあのスペック上では変わってなくても上がってるのかもしれないですけど、そのドット数とか見え方とかっていうのは変わってなかったんですよ。でファインダー覗いた時にこうなんか撮る時の見え方っていうのが、まあ多少違和感があるので、 XE3 はそこが、まあ、スペックシートに出ないなりに改善されてるならいいなと思うんですけど、数字上は一緒だったので、まあ、そこは意外だったなと思いました。はい。でですね、まあここまでいわゆるまあ違いとして羨ましい部分っていうのを話したんですけど、ぶっちゃけこの XE シリーズを買う理由っていうのは、かっこいいかかっこよくないかだけだと思うんですよ、僕的には。なんかオートフォーカスの速度が速くなったとかいろいろありますけど、そんなところで選ぶカメラではないと思ってるので、もう本当にかっこいいかかっこよくないかだけで
まあ、XE シリーズが欲しいなって思った人っていうのは多分買ってると思うんですけど、まあ、そういうね、なんか不思議な魅力のあるカメラになってます。僕の、XE3 を買いましたっていう動画も多分僕の動画の中で一番コメントが来てるというか、 XE シリーズのユーザーさんがこう愛を込めたコメントをたくさんしてくれてるので、あの非常に嬉しいんですけど、なんかねもう本当に愛したくなるカメラの一つ、まあもちろんそのソニーのカメラもね相棒としては愛してますけど、なんかそういう魅力の詰まったカメラになってます。で、まあ羨ましいポイントたくさんあったんですけど、ぶっちゃけ XE3 の方がかっこよくないですか？いやもうねこの辺バイアスかかってるよ、だいぶ XE3 ユーザーとも。もう XE4 が手元に来たら XE4 の方がかっこよく見えるのかもしれないけど、これかっこいいんですよ、かっこいい。でまあ細かいスペックとかを気にするカメラじゃない見た目って言ったんですけど、なんか撮影するにあたっても XE3 ってすごく僕的にはメリットがあって、ここのオートフォーカスの切り替えスイッチだったりとか、まあ浅いにしてもここにグリップがあったりとかっていうのが、なんかこうバランス感がめちゃくちゃいいんですよね、撮影に対しても。このミニマルの中になんかこう最低限の機能性が詰まった感じが僕は好きで、なんとなく僕は今こう XE3 を持ってますけど、XE4 に買い替えたいなっていう気持ちは特にそんなに強くないなっていう感じがあります。で僕が一番ちょっと残念に思ってたのが、ここにねちっちゃいこうサムレストがあるんですよ、ここに。これ残してほしかったなって強く思ってます。極論この前のグリップってなくてもまあいいし、ない XE4 のスタイリングってめちゃくちゃかっこいいんですよ。なんかシンプルでちょっとライカっぽい感じがあってかっこいいんですけど、このサムレストってそんなに見えないじゃないですか。見えないぐらいこう微妙なこうサムレスト、もうこう派手ながっつりこういう親指を置くサムレストじゃないにしても、これめちゃくちゃ便利なんですよ。こう持っててこの浅いグリップにこの浅いサムレストがあるだけで全然こう苦にならないんですよね、持ってて。まあそれはどでかいレンズとかつけりゃもっと深いグリップが欲しいし、もっと深いサムレストがあった方がいいんですけど、まあそんなレンズをつけるカメラではないので、まあそこは無視するとして、こんだけの引っかかりでもめちゃくちゃ持ちやすいんですよね。で、XE4 ってこうグリップがなくてサムレストもないってなると、もう本当にこう指でつまむ力が必要になってくるんですよ。なってくると思うんですよ。なのでなんかそこがサムレストだけでも残しといてくれたら、なんかその見た目をいい感じにしたままね、なんかこう持ちやすい感じになったんじゃないかなと思います。うん。あとはもうここのダイヤルもなくなったっていうのは結構攻めたなっていう感覚なんですけど、僕的にはなんかそういった部分含めて僕は XE3 にちょっと満足してるっていう感じはありますね。フィルムシミュレーションは積んでほしいですけど、本当に。いや、なんだかんだ羨ましいポイント言ったけど、フィルムシミュレーションだけだわ。フィルムシミュレーションが XE3 にも来たらもう全然何の問題もないわ。なんか XE4 に関しては、なんか僕的にはそんなにこう、買い替えたいっていう感じにはならなかったですね。XE4 がダメとかじゃないですよ。XE シリーズが良すぎるだけです。別にこれで満足っていう感じ。うん。そんな感じですね。っていうね、なんかこう YouTube の中でも結構いろんな人がこういろいろとスペックを比べながら、親切に動画を作っておりますけれども、僕はもう完全にバイアスのかかったただの感想動画になっているんですけど、まあもちろん XE4 が欲しいっていう人はぜひ買ってみてほしいですよ。 XE シリーズは本当にいいです。僕の XE3 を買ったよっていう動画のコメント欄を見てください。すごく愛にあふれたコメントがたくさん来ているので、なんか XE4 がダメだよとかじゃなくて、もう XE シリーズがいいので、まあ、XE シリーズなんか買ってみたらっていう感じの内容ですね、これは。で、余談にはなるんですけど、XE シリーズを購入した時に紹介したこのケースとか、あ、これね、ケースとか、これモニター側もこうやってカバーできるケースなんですけど、このケースとか、このストラップとか、この金具を取り付けてのこのストラップの付け方とか、結構好評で、リンクからね、買ってくれてる人もいるので、まあ、おそろっぽくなってる人もいるのかなっていう感じなんですが、個人的にはちょっと使い込んでいくことを考えると、これ合皮のケースなんですけど、ちょっと本革製のケース欲しいなって思い始めてます。まあ、本当にダラダラと喋っただけの動画になってるので、まとめ方がよくわかりませんが、XE シリーズはいいぞっていう動画でした。はい。
マジで内容ない。こう見てよ、このスタイル。かわいいわ。ソニーのカメラは、こうカメラを見せ合って、こう話題になった時に、機能が、これめちゃいいっすよね。この機能いいっすよね。動画が、写真がっていう話が多いんですけど、このカメラ、そのカメラかわいいっすね。どこのですかとか。このカメラ自体が話題になることからもわかるぐらい、なんか魅力の詰まったカメラになっているので、ぜひ、なんか気になる人は触ってみるといいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今日は本当にダラダラと喋りましたが、普段は機材紹介とかカメラとか写真の話とか、ガジェット関係の話とか、いろいろと気になったねものを話していくチャンネルにはなっているんですけど、基本写真のことメインなので、ぜひ気になった方はチャンネル登録していただいて、この動画が面白かったら、グッドボタンを押していただけると嬉しいなと思います。はい、ということで本日の動画はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。宮田でした。バイバーイ。いや、マジでダラダラと喋っただけの動画になっちゃったけど、多分ダラダラと喋った XE3 の動画が一番伸びてるので、まあこういうのも楽しんで見てくれる人がいるんでしょう、きっと。そう願う。